取り違えっ子事件を見て思い出した昔話。私が小学生の頃、多分5年くらいだったかな。私の学校は1年と3年と5年でクラス替えがあって、そのことは A ちゃん、5年の時に初めて同じクラスになった。何人かと仲良くなって、そのうちの一人だったんだけど、その何人かでうちに遊びに来たことがあった。A ちゃんは別に変なところもないし、その時もごく普通の対応だったと思うし、うちの母親も普通に接してた。その直後に A ちゃんから奇妙な手紙をもらう。その内容が、今あるあんたの環境はもともと私のものだった。といった内容。前世で私の母親の子供として生まれたのに、現世では生まれ間違えて、私の母のところの子供に生まれることができなかった。すべては手違い。だから、元に戻すべきだって話らしい。10歳って、もう、ある程度は、分別もついてる子もいるけど、ちょっとボケっとした子は、そういう話を鵜呑みにしちゃう年齢の境で。私は、ボケボケっとしすぎた子供で、後者だったから、すっごく泣いて泣いて、母親に、その手紙を持って行って泣きついた。母親は笑いながら、そんなわけないでしょ。って言うんだけど、言うだけで、別に A ちゃんを叱ったり、直接言ったりなんてことはしてくれなかった。今思うと、子供同士のことに、そんな簡単に、親が顔を突っ込むわけにいかなかったのは、すごくわかるんだけど、当時は、それが、逆に怪しく思えて、ますます信じてしまったのね。A ちゃんは、手紙を見て本気にして泣いた私に、今度は、家に突撃してくるようになった。それが、時間帯が20時とか21時とか、夕飯もお風呂も終わった頃かなって時間帯で。多分、A ちゃんも、ご飯とお風呂が終わって、それから抜け出してきてたんだと思う。私の部屋の窓の下で、ずっと待ってたり、窓に小石を投げてきたりしてアピール。何をするわけでもなく、ずっと立ってこっちを見たり、表札を見たり。毎日毎日、そんなのが続いて、でも、怖くて、親にはそれ以上言えなかった。A ちゃんからは、学校でたびたび、あんたは、あそこの家の子じゃないんだから、早く交代してよね。と言われた。A ちゃん自体、言動がちょっと変わってて。女の子の集団に溶け込めるような子じゃなかったから、私が何を言ったわけでなくても、徐々にはぐられていって。だから、私が A ちゃんに、いじめに遭うってことはなかったけど。連日連夜の、自宅前の立ちんぼうがあんまり気持ち悪くて、担任にそれを言った。担任は、勝手に、A ちゃんの机の中を漁り。今じゃ考えられないですね。その中から、私の写真や、運動会での私の母の写真だらけ。日記も見つかって、そこには、私の行動と、夜間の私の生活時間。部屋の電気、風呂場の電気がつく時間を見て測ったらしい。会話や、A ちゃんから見ての、成績や生活態度なんかの品評がずらりと書かれてて、担任も副担任も、びっくりしたらしい。遠足や運動会の写真は、同行カメラマンが撮影したものが廊下に貼り出されて、注文するタイプだったから、誰でも手に入ったんだよね。私の方は、とにかくやめてほしいだけだったし。担任も、10歳っていう、もう早熟な女の子としては、デリケートな年齢に差し掛かってるってことで、A ちゃんの親への報告なんかは、確かなかったと思う。本人注意のみだった。だから、オチとしては、すごくしょぼいんだけど。それ以降も、結局付きまとわれたから、私は、受験をして離れることに成功して、それっきり。生まれ変わりのネタは、当時大流行していた少女アニメが、伝世輪廻ものだったから、そういう発想が出てきただけじゃないかな？うちは、至って普通の家庭でした。A ちゃんの家には行ったことないけど、夜中にこっそり出るのは、田舎の平屋なんかだと、裏口からそっと出れちゃうんだよね。うちはど田舎だったから、家の抜け出し口は、どこの家もあった気がする。だからって、夜には家から出なかったけども。